に。はい、それではいろいろ語っていたら準備ができたようなので参りましょう。ニュータンジーンブラスです、どうぞ。
野球部さんが披露してくれる奈良高校の伝統的なものなんです。
習志野と奈良工業を披露する人は不器用と呼ばれていて、今年の夏の大会では1回戦から実況戦まで全て3年生の阿部壮太君が担当してきました。それでは参りましょう。奈良動物です。どうぞ。ナイスー、こらこら、このルアーナイスー、奈良子、現地の色男ナイスー、前から、クレアット、あれ、コードに雑感じゃね、え、なんか青くね、あ、ジュースやってる、ブルーツどうやってこの奈良拳習ったんでしょうか。YouTube を見て、学んだんですけど、その中で、あ、まあ、先輩との交流もあって、まあ、いろんな方たちの支えがあってできたので、よかったです。最後にお送りするのは部員全員によるマーチングです。カモメが飛んだ日、We Love Marines 野球応援メドレーです。と、ここで私は次の準備があるので失礼します。はい、いってらっしゃい。この今回の野球応援メドレーで演奏するのは、この夏全国高等学校野球選手権千葉県大会で私たちが応援させていただいた野球部監督専用の応援曲。私たちからの最後の応援として曲中のコールも彼らの名前をそのままにお届けしちゃいたいと思います。曲が始まる前に曲名が書かれたボードが必ず上がりますので、ぜひ演奏される応援曲を予想してからご確認ください。それでは参りましょう。メインによるマーチングでカモメが飛んだ日、 We Love Marines 野球応援メドレーです。どうぞ。
しいんですけど。めっちゃ苦いですね。めっちゃ苦いですね。それで洗剤枠部の演奏は終了となります。お帰りの方は気をつけてお帰りください。そしてこちらで発表というか、先ほどの野球の試合の時が私は出たんですが、11対1で習志野高校コールの勝利。これ3年間ちょっと聞かない。